こんにちは。40代からのバレエを活用した美しく健康的な体を作るエイジレスバレエストレッチ講師の藤井春子です。今回は40代からの背中と太もも裏のストレッチについてお話しします。動きとしてはこんな動きです。背中をしならせる、丸める、またしならせる、丸めるという動きです。この動きで太もも裏、お尻、そして腰から背中の筋肉をほぐす動きです。このストレッチをしっかりと行うと腰回りや股関節が柔らかくなるので腰痛などに効果的です。この動きはエイジレスバレエストレッチのベーシックな60分のレッスンでもいつも行っている動きなんですが、初めての方には少し分かりにくい動きでもあるかと思いますので説明していきたいと思います。まずは足の位置です。バーや椅子の背から少し離れて立っていただいて、そして足は肩幅の 1.5 倍から2倍くらいの広さに開いていただきます。足先はまっすぐ前の方向に向けましょう。足先が外側に開いてしまっていると太ももの裏や膝の裏がしっかりと伸びません。太ももの裏、膝の裏、足の真後ろ側を伸ばすためにつま先はまっすぐ前に向けてください。そしたら次に骨盤を倒していきます。股関節の中から骨盤をパタンと90度に倒すようなイメージ。股関節の中はゆるゆるをイメージして骨盤を倒していきます。そして骨盤を倒す時の背中ですが、背中はまっすぐのままです。丸めてしまわないようにまっすぐのままで、そして股関節を柔らかくゆるゆるに使っていただいて骨盤をパタンと90度に倒すように倒してください。そうすると太ももの裏がビリビリと感じる部分があると思います。背中を丸めてそして倒そうとすると股関節から骨盤を倒すことがとってもしづらくなります。そうすると太ももの裏がしっかり伸びませんので背骨はまっすぐ伸ばしたまま丸めずに股関節からパターンと骨盤を90度に倒していただいて、そして太ももの裏がビリビリと伸びる感触を感じるようにします。太ももの裏がビリビリと感じたらバーや椅子の背に手を置いていただいて、そして息をふーっと吐いて肩の中、肩甲骨、背中、お腹の力を抜きます。だらーんとバーに腕をかけて上半身の力を抜いて体はバーに引っかかっているようなイメージ。そしてさらにお尻の中の力もふわーっと抜くようにしましょう。だらーんと背骨が締まる感触を感じてください。目線は少し斜め前を見ていただきます。次に息を吸いながらおへそをぐん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 と背中の方に引き寄せてきて、骨盤が少し起きて、そして背骨一個一個を使って丸い丸い背中、猫のような丸い背中を作ります。みぞおちもぐーんと背中の方に引き寄せてきて、首の骨も丸く、そして目線はおへそです。思いっきり丸く限界までしていただいたら、もう一度息をふーっと吐いて両肩関節の中、肩甲骨の中、背中、お腹、腰周りの力を抜いてだらーんと上半身をバーに持たせかけて背骨がしなるようなイメージです。
お尻の力も抜きます。そしてまた丸くしていくという、このような動きになります。これを繰り返して太ももを裏からお尻、腰、そして背中までストレッチをしてほぐしていきます。この動きについて全て痛いのを無理して行うようなことはしないでください。自分の体の中の感触を感じながら痛気持ちいいの延長で行うようにしてください。では今お伝えしたポイントに注意しながら音楽に合わせてゆっくりと行っていきましょう。ゆっくり効果を高めて行っていく方法です。では足幅は肩幅の 1.5 倍から2倍くらいの幅で、つま先はまっすぐ前、呼吸を整えて背骨まっすぐで、骨盤からパターンと腰を90度に倒して、太ももの裏がビリビリっときたら前椅子の点線に手をかけて、息をふーっと吐いて肩、肩甲骨、背中、お腹、骨盤の中の力を抜いて、ドラーンとバーに体を預けて、太ももの裏ビリビリと加速を感じて、息を吸ってぐん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 と、おへそを背中の方に引きつけるようなイメージ、背骨一個一個使って丸い背中、膝落ちも背中の方に引き寄せてきて、目線はおへそ、そしたらまた息をふーっと吐いて緩みます。肩、肩甲骨、背中、お腹、腰の中、そしてお尻の力も緩めて、太ももの裏がじわーっと伸びて、背骨がぐーんとしなって、背中の筋肉が動いてる感触を感じて、もう一度息をぐん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 と吸って、おへそを背中の方に引き寄せてきます。背骨一個一個使ってます。背中、首の骨も使って丸く、目線はおへそ、もう一度息をふーっと吐きましょう。そして肩、肩甲骨、背中、腰周りをしゆるっと緩めて、股関節の中も緩めます。骨盤がパターンと倒れます。太ももの後ろがじわーっと伸びます。呼吸はつないでください。ゆっくりと息を吸って、おへそをぐん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 、背中の方に引き寄せてきます。骨盤から背骨、首の骨、丸い猫の背中、でも最後ゆっくりとバーの方に近づいてきて、足幅を狭めて呼吸を整えながら起きていきましょう。いかがでしたでしょうか。40代以降になると背中から腰、そしてお尻や太ももまでかなり硬くなってしまっている方が多いと思うので、最初はうまく動かせたかよくわからないという方も多いのではないかと思います。ですが繰り返し行っていくうちに、だんだんとこの動きが上手にできるようになってきます。すると筋肉や腱も徐々に柔らかくなってきて動かしやすくなってきますので、諦めずに繰り返し行っていただくことが大切です。今回はエイジレスバレーストレッチの緩やかストレッチで行っている40代からの背中と太もも裏のストレッチについてお話ししました。ありがとうございました。